カーツ誰が一番味が臭いのかについてはいはいまあまあまああのあの嫌 <laughs> なタイトルですねはい嫌なタイトルだけどまあ実はあのキュートなストーリーですからね、はい、キュートなストーリーなんであの <laughs> 足が臭い話とかね誰も聞きたくないですけどちょっとキュートなこうバックグラウンドがありますから、はい、ちょっと聞いてください。あのまあ、子供ですよね子供って本当にバカなことをあの楽しんで,いるでまあ大人でもそうなんですけどまあまあ僕は最近気が付いたことね人生を楽しむとはまあ,あのバカなことを考えたりバカなことを言ったりえ聞いたり。 あの話したり笑ったりえそういうことだと思うんですよ人生を楽しむというのはねいわゆるユーモアがなければ楽しくないでしょただユーモア結構難しいんですね皆さんもご存知の通りユーモアって本当に難しいえ才能も必要だし努力も必要であのまあ人の気持ちをちゃんと考えてね人を傷つけないよう えー、面白いようにただその傷つけるギリギリのところが面白かったりもするのでここは本当にチャレンジですよね、えー、まあでもその子供の時ですね、まあ、子供の時と大人になるとそのいわゆる冗談の許容範囲や許容範囲というのはその冗談と受け取れることですよね。 許容範囲がまあ広がったり狭くなったりあとはその例えば子供の時はこういうジョークこういう冗談は大丈夫だったけど大人になったらそれはダメですよとか逆もあって子供の時はえ悪かったものが大人になると大丈夫になったりとかあるんですよねその冗談のスタイルも変わるしね。 で人によってやっぱりこう大人になるといろんな人がいるから、まあ、子どもたちはねまあまあいろいろな子はいるけどまあ例えば僕の子どもとその周りの友達たちは結構同じタイプのそのユーモアのセンスを持っててまあいわゆる小学生のガキ。<laughs> <laughs> いわゆる男の子の小学生のなんか好きそうなだからもう本当にあのうんちうんちとか言って喜んでるみたいなそう,そういう感じですよ。大人になるとね僕みたいに今でもう,うんちうんちうんちって喜んでるような人もいればまああのいやそんなこと先生もう聞きたくありませんという人もいるでしょうねもう。もう犬のうんこの話はやめてくださいとか。 ね、おならの話はやめてくださいとか下半身の話はもう結構ですまあそれは本当によくわかるいろんな人がいるからねでも子供の時って僕の子供の友達もそうだしあの僕もそうだったしなんかねうんちうんち言って喜んでるんですよでそれはねある意味幸せな時だったなと思いますよねで最近あの僕の子供がどういうことであの友達と遊んでるかというと 本当にバカバカしいことですよ。本当にバカバカしいことね。いわゆるあの学校でね、小学校で同級生のまあ何人かですよね、多分何人いるのか分かんない。何人かちゃんと聞いてないけど、まあ多分5、6人だと思う。5、6人の男子だと思う。5、6人の男の子たちで、こういう遊びをやってるらしいんですよ。誰が一番足が臭いかね。 で、大人だとちょっとありえない状況ですが、まあ子供だからね。いわゆる、まあ靴を脱いで、足を匂い合う。<laughs> そして、うわあくせーみたいな。負けたーみたいな。ね、ちょっと不思議でしょいわゆる足が臭くなかったら、あの、弱いんです。足が臭いやつが一番強いんです。で、僕の子供はちょっと悩んでた。 あのパパパピーあの僕は足があんまり臭くないからあの負ける <laughs> だから洗いたくないと <laughs> ち,ょちょっと待てよ僕はねいやいやちょっと何かが間違ってるぞお前たち何かが間違っているいわゆるちょっといやあのそれはねとても変な基準だととても変なことをしているまあ変なことはパパは好きだけどね パパ変なこと好きだけどこ,これはちょっと好きじゃないな。いやいやそれをやってることその考え方は好きなんですよ。そのいわゆるね大人になると足が臭いって最悪っていうかね足が臭い人はまあ足が臭くない人よりまあ悪い感じがするでしょ <laughs> まあ実際はね実際はまあ嫌ですよねやっぱり。なんかかこう電車とかに座って なんかこう足を組んでそこからプーンとこう匂いがするのは嫌だし自分でもね例えば自分でもですよ夏とかにやっぱりこうサンダルとか履いてねで長く歩いたりするとまあ家に帰ってちょっとこう足が臭いと自分で気が付きますよねでそうするとまあ僕はあの足専用のねあの石っを持ってます。 不思議な石鹸で足,足のための石鹸をねをね特に夏は使うまあ冬でもねあの使いますけどあと靴下をよく買えるし靴下自体をなんか特別な石鹸で洗ったりとか僕は結構ね厳しいんですよあの自分の足の匂いにはねあの靴にもよくスプレーするしでまあそれぐらい自分で気をつけてるしまああの できればね他人の,あの靴も靴というか足もま綺、あ、麗にしてほしいなという願いはありますよ。でもまあはっきり言ってすごくいいいい人で足が臭い人もいるわけでしょ。ですごく悪いやつで足が臭,い臭くない人もいるんですよね。だから何て言うかなあまりジャッジしない方がいい足の臭さでジャッジしない方がいい。 ね、僕の子供たちは僕,と僕の子供たちじゃない僕の子供とその友達たちはあの足が臭いということをなんかこう勇者のよよううにね扱うんですよまるでこう足が臭いことがもうあのヒーローみたいな「うわあこいつはヒーローだ」みたいなそんな感じ「やべえやつ来たぞ」みたいな。でなんかこうまあ 数人の友達で、ね、足の匂い嗅ぎ合って「やばお前はすごすぎる」みたいなことをやってねでなんかこうでももっと足が臭いやつを探せみたいな感じであの他の友達を呼んできて「よし嗅がせろ」みたいなねでによって「やばーマジでやばいメサイヤメスヤが来た」みたいなもうそんな感じでそんな感じで遊んでるとそれを聞いた時にね僕はね まあバカバカしいなと思ったしあの奥さんにはそれこの状況をあまり説明しない方がいいと思ったし <laughs> 奥,さんは奥さんはかなり引くと思うなそれは。なんてバカなことをしている多分ね奥さんにそれを言ったら奥さんはななんててことをしているあのやっぱりいつもあのバカバカしい漫画を読みすぎたりバカバカしいあのコンテンツですよね。 日本のアニメのなんかバカなアニメをたくさん見すぎてバカになったからあのこれからはちょっとこうコンテンツをこう制限しなければいけないみたいなそういう,そういう話をするんですよ奥さんはいつもだから僕はそういうことを言いたくない奥さんになんか子供がバカなことをして遊んでるっていう話をするとそれは漫画の悪い影響だとだから今度からは私が選んだ教育的な あのー、漫画教育的なアニメを見さ,せなき見させなければいけないみたいになってしまうんですよ面倒くさい話にだから僕,僕はねもう奥さんにこれは言わない、ね、だから子供に言いましてねママには言うねその変な遊びのことを <laughs> 別にパパは別にそんなことをしても悪くないっていうかまあ例えばでも足が臭い子供をね まあみんなでいじめたりとかそれ絶対ダメででしょでもこれ今回逆だからね足が臭いのがなんかヒーローみたいになってるからこれはね果たしてななどうすればいいのかわからない僕にとってはやめさせるのもなんかかわいそうというか別に悪いことしてるわけじゃないしねまあ子供に言ったのはその足をあの出したくないその嗅がせたくないね他の子供に 足を匂ってほしくない子供に無理やりあの匂ったりはするなよ。まあそれは言いましたけど、僕の子供は当然ね。いやそんなことしてないよって。みんなで、ね、自分から僕の匂ってみたいな。俺最強だからみたいな。まあ、そういう感じで遊んでるらしいんで、まあなんな,なんともね。まあ想像できますよね。僕の子供と友達たちそんなになんかこういじめっぽいことをして遊ぶタイプじゃないから大丈夫と思うんですけど、まあまあおかしいでしょ。 もうね例えば家に帰ってきてね靴下脱いで、はい、着替えあの靴下変えてって言ったら子供はね最近いや靴下変えたくないなんか今いい感じでなんかこう育ってるからみたいないい感じで今足が臭くなっていってるからあのやりたくないとかあとなんかあのせっで洗いたくないとかそういうこと言い出してかなりやばい状態にありますこれは。 ちょっとエスカレードする前にやっぱりやめさせた方がいいかもしれない変なこう <laughs> 変なこうトライブになって足,足臭いトライブみたいになってくるんであいつらちょっとやっぱりちょっと考えさせた方がいい靴パパもう靴を洗わないでとか言い始めたんでちょっといやいやちょっと待てお前ら何か何かが間違ってるぞ明らかにやめろやめてくれ <laughs> というわけで。 <laughs> そんな話です子供の話はいつもバカバカしくて面白いですね。はい、ということで、チャオチャオ、明日のラ画またね、またね、またね。